はい、皆さんこんにちは。本日は、お好み焼きを食べながら質問に答えていきたいと思います。お腹すいた。とりあえずちょっと乾杯しよう。とりあえずじゃあ乾杯いきます。いただきます。皆さん質問本当にありがとうございました。ありがとうございます。うまい。うまい。質問のね、総数はね、今回100件ぐらい来ましたよ。すごいよ。はい、ありがとうございます。YouTube の方のね、コミュニティで告知させてもらったら、Instagram の投稿者の方も40人ぐらい。すごい。皆さん、本当にありがとうございます。ありがとうございます。まだ、Instagram フォローしてない方、ぜひ、フォローお願いします。はい、お願いします。よし、お好み焼き焼きますか？昨日、我が家焼肉だったんだよね。そう。その残りがね、あるので、それも焼いていく予定です。はい、いいね。今回ね、なんか寄せられた質問は結構前回同様恋愛関係の質問が多かったかな、うん、前回の時にちょっとゆくゆく動画でねちゃんと作って発表するのでちょっとこれはスルーさせてくださいって言った慣れ初め系の質問も今回はちょっと答えていこうと思います。調子乗って動画にするとか言って結局照れくさくしないっていうそう、ちょっと恥ずかしい。何様なんだろうって冷静に考えたら思ったもうちょっとお酒が進んできたらできたらいいなと思ってるので、はい、はい、最後までよければお付き合いください。お願いします。お願いします。今日はちょっと動画長めになると思うんで、皆さんお酒飲みながらゆるい感じで見ていただければと思います。テンポよく答えられるのやっていきましょう、うん、身長何センチですか？175 158。お二人はおいくつですか？25歳です。26歳です。1995年6月12日生まれ、双子座の AB 型です。1994年10月13日天秤座の O 型です。アナブさん、マミさんの手料理で一番好きなメニューは？逆にこれはありえなかったというものがあれば教えてください。好きなものはいっぱいあるよね。結構ある。アナブでもカレーも好きだよね。カレー好きだし、ピーマンの肉詰めも好きだし。あー好きだね。チキン南蛮好きだし。好きなものはいっぱいあったけど、俺はどうしちゃったのっていうのは。あった？ないよ、そんなの。そんなのありません。はい、じゃあ次。ラザニア、ラザニア化け物ラザニアと呼ばれてます伝説の料理。失礼だな。バレンタインとかクリスマスとかそんな感じの なんか割とイベントで、マミがもうめちゃくちゃ気合い入れて昼からもういろんなもの買ってバーってやってくれた時、まあ美味しいよって言ったけど、内心甘っっていう何かの調味料をね全部砂糖にしたみたいな。やばかった。大失敗だったな、あれは。ラザニアでそれ以降作ってないもん、もう怖くなっちゃってまあでもそんぐらい覚えてるの。そんぐらいかな。そんなしょっちゅうは出ないよね。うん、戸村本店の焼肉のタレこれ宮崎で買いました。宮崎県のご家庭には1個必ずあるらしいです。実際ね、これ食べてみてすっごい美味しかった。めちゃくちゃ気に入ったんだけど。私もこれめっちゃ気に入ったんだけど。できた。うん、すごいね。長い胸だからトロトロ。うん、まあいいねこれね。いいっしょ、うん、じゃあ俺が選ぼうかな。うん、どんとこいや。小さい頃の呼び名は？マナブは？いや俺はね、割とマナブ多いかな。マナブがスタンダードで、親はね、マーって呼んだり。ちっちゃい頃マナブだな、基本。マミはヤオス。え？ヤオスマミ。ヤオス。もう泣き方が、うん、とても人とは思えなかったし親たちに言わせるとうるさすぎて、犬がいたんだけど、うん、親戚の家にペット その犬のゲージに私入れられてたからね。うるさすぎて、で犬が外出てたそんな大人ってもうるさいんじゃなくて、ちっちゃい頃めっちゃうるさいな。自分を抑えてこれでしょって。そうだよそうだよ、いろいろ我慢できるようになってこれだから奥様は演習弁喋っちゃうことありますか？動画じゃ全然出ませんよね。私は演習弁抜けなくて涙。ん？ちょっと引っかかるな演習弁抜けなくて点点点涙。使っていきましょうよ演習弁恥じないでくださいよ。演習弁で出ませんよねって言ってくれるけどね、出ますよ、うん、だいぶ、うん、まあマシになったよね。
多分、ね、東京出てきて時はすごかったでしょ。ずっと練習弁な感じだよね。ダラーダラーダニダニってずっと言ってたし、うるさかった、めちゃくちゃ。まあね、わかるよ、練習弁の辛さは。うちもね、大学入ってすぐの時というかね、もう死ぬほどね、いじられました。もはやもういじめられてました、この隣にいる今隣にいるやからに。もうね、一言ちょっとね、なんとかダニとか言うだけでね、あ、ダニ、ダニって言った、だっせー田舎くせー、だっせーってめっちゃ言われてました。そんなひどいこと言ってません。吊るし上げされて、ここに演習でやってる田舎者がいるぞっつって首根っこつかまれてこうやって引きずられてたりした時代もありました。マジでありますけど、私はめげずに練習弁結構使ってます。結構気に入ってます。もはやダラーとかダニーとか、結構ダラーは可愛くない？なんとかするらーとかさ、なんとかいくらーとかさ、行くでしょとか行くよね的な。そう、あとね、イントネーションがね、違うって言われる。それ腹立つ、その話めっちゃ腹立つ。さくらんぼ、さくらんぼだよ。ほくろ、ほくろだよ。あくび、あくびだよ。読書感想文、読書感想文な。半袖半ズボン、いや半袖半ズボンだよ。反復横跳び、反復横跳びだろお前。なんだよ反復横跳びって、何してんだよ。あー面白い。方言あるのってね、自慢だからね。関東に住んでるとね、すごいそう思う。俺はね、埼玉県三郷市だけど、まあ全部標準語、うん、なんにもない。だから演習弁初めて聞いた時憧れたでしょ。うん、行ってみたいキャンプ場ありますか、だって、うん、あるよね。せーの、ほったらかしキャンプ場一緒。あの山梨県にあるほったらかし温泉っていう名湯があるんですけど、そこのそばにあるキャンプ場めちゃめちゃ行ってみたいです。ほったらかし温泉自体がもうそもそもすごいんだよ。そうそうそう、すごい山の上の方にある温泉で、富士山が見えて、見えてね、うん、でそこにキャンプ場があったから見てみたいっていうのと、私はあの湖畔キャンプやりたいです。あー湖畔キャンプいいね。うん、もうちょっと寒いから、もうちょっと暖かくなったら湖のほとりでキャンプは絶対やってみたいなって思ってる。やってみたい、いつも楽しく YouTube 見てます。私も横浜住みなのでいつか遭遇したいです、だって。嬉しい。ぜひぜひ、もうもし横浜で見かけたら声かけてください。おー、まみちゃんのニーヤン真似して年下なんないのにニーヤンって呼んでますよって。あーニーヤンってなんか言われるね、たまにニーヤンわらみたいな感じで。付き合う前から私結構ニーヤンって呼ぶこと多かったんですよ、マナブのこと。もうお兄ちゃん感がすごくて、マナブがあだ名で呼んでるっていう感覚すらなかったんだよね。俺もね、全くね、もう浸透しすぎて、そう、突っ込まれて、あ、そっかと思った、まあ、珍しいのかと思って。夫婦で旦那さんのことニーヤンって呼んでるって、まあ冷静に考えたら変か。変だね。でもね、マナブニーヤンってずっと呼んでたんだけど、いつしかマナブがなくなってもうニーヤンになったんだよね、うんうん、だからね、私実の兄がいるんですよ、2つ年上に。実家にね、帰った時にね、もうごっちゃになるんだよね。うちが兄ちゃんって言うとマナブが振り返ったり、兄やんって言うとお兄ちゃんが振り返ったり、やめてほしい。そういう問題は起きてる。ああ、彼氏がキャンプ好きで誘われるけど、お風呂などないところに行くの抵抗あります。最初は抵抗ありましたか、だって。あ、全くなかったな。ああ、そうだな、私もなかったな。でも女の子だからね、気にする理由もわかる。だけどうちは逆にキャンプ行くの楽しみの一つがお風呂。あのキャンプ場のそばでやっぱ風呂ないから、温泉に行くのが楽しみなの。そうだね、もうその、うん、温泉込みのキャンプだね。そう、ただね、その日の夜は入れないじゃん、うん、そう翌日の朝キャンプ場終わってから行くんだけど、もしね、そういうね、お風呂とかがね不安だ ならね、もうほんとグランピングとかキャンプっぽい雰囲気を楽しめて、かつお風呂もね、あの施設内にしっかりしたやつがあるところとかもあるから、そういうところから行ってみて、徐々にね、慣らしていくのがいいのかもなと思う。まあ、グランピング2回、3回ぐらいやりつつ、ちょっとずつこうキャンプに移行していくみたいな。そうぜひね、あの、うん、おすすめのグランピング施設でね、あのピーカ富士山っていうね、あ、いいよね、山梨のやつ、私たち紹介してるので、動画でも、はい、それちょっと見てもらえたら、もうなんか、まあ、あれはなんかもう本当キャンプ好きな彼氏さんからしたら何これって思っちゃうかもしれないけど、揃いすぎてね。そう、まあでもお風呂がねっていう不安な女の子を先一緒に連れてくところとしてはいいと思う。でもやっぱちょっと1日入れないけど、その後に入る温泉はめちゃくちゃ気持ちいいからね。そうっていう方に俺らはハマっちゃってるよね。そうなんだよ。あとね、キャンプってね、意外と汚れないから、そんなに、あとドアなんだけど、そんな思ってるほどドロドロになったりするわけじゃないので、意外と大丈夫だと思います、うん、
ベラあの最高記録はあの真夏にあの2泊で1回も風呂入んないっていう事件を起こしてたね。いやそうだね、あの時入んなかったね。あの時川に、まあ、川があったから川に何度も入ってて、というくらいうちらあの不潔な人間なんだってこの手の質問にはうまく答えられない。でもあの後に入った風呂めっちゃ気持ちよかった、ね、めっちゃ気持ちよかった。そういう意味でやっぱほったらかし温泉とほったらかしキャンプ場って最強だな。最高だよ。すいません、では一回ね、馴れ初め、私たちの馴れ初めについてお話ししたいと思います。はい。私たちが初めて出会ったのは大学1年生の6月です、うん、で私たち2人とも東洋大学の生徒で4月に入学して同じサッカーサークルに入りました。で6月に、そのサッカーサークルの初めての新歓合宿っていうのがあるんですけど、そこで、初めて出会いました。うん。各学年ごとにチームを決められてて、その1年生の中でも A チームと B チームと2チーム分かれたんだよね、うん、で私は B チームのマネージャー、うん、で学はプレイヤーとして B チームのプレイヤーという形でした。お互いの第一印象は、いや俺はね結構ねマネージャーの中ではねタイプだったね。あの時マミが、うちは学のことが同級生には見えなかった。最低だね、老けすぎてなので初めてのチームの会話、先輩ですかって私が話しかけました。1年生でチーム組んでるよって言われたチームで同じだったマダムに対して、先輩ですかって言ったのが初めての会話です。ぶっ飛ばしてやろうかと思って。私の知ってる同い年の男の子たちの中では一番大人っぽかった。絶対年上だろうと思って話しかけたら、マダムが、いや俺1年浪人してるから年齢は1個上だけど同期だよって言ってくれて、へえそうなんだ、終わり。それマジでそれだけ。本当に何のあれもなかった。生物としてめちゃめちゃ学ぶに興味があってが初めての宇宙人の会話、めちゃくちゃ覚えてる。それめっちゃ覚えてるよね、うん、衝撃的だった。それでその合宿は終わって、そこからまあ普通にサークルでお互いまあやっていくんだけど、うん、まあ後半ぐらいに1年のね学年同士がやっぱりどんどん仲良くなってくると、グループで仲良くなって、そのグループに私もいて学ぶもいたから、一番気の合う大学の男友達って感じだったな。まあ本当に1年生の頃ってだから本当にあんま絡みが少ないというか、サークル行ったら会うぐらいで、うん、別に2人でなんか遊んだりとかしたことはなかった。ない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 、友達期間だね完全に。そうそう、でなんか2年生になってまあそのぐらいから結構飲む回数とかも増えて、うん、結構共通点が多くて、まあ話も合うし仲良かったんだよね、うん、私その時ね、スポーツバー的な場所で働いたの、バイトしてたんですよ。バーにめっちゃ学ぶが来るようになったんだよね。あ、そう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 、やけに来るなとは思って、同じサークル の, 友達とマミのバイト先に飲みに行ってて、店長とか一緒に働いてるバイトの先輩とかに、あれ私の友達なんですよって言って、閉店間際その2人だけが潰れてるっていう地獄のような、もう店長がめっちゃ気使った感じで、マミちゃん友達連れて帰れるって言われて、はいすいませんお先に失礼しますって2人抱えてスポーツバーの階段越えて上がったの覚えてるもん。それはもう起きたら俺茨城にいた。そうマジで。その時どんな感じだったの、そのバイト先が来てくれた時は。もうその時は結構狙ってた。うんうんうん。それは大体2年の多分5月とか。そう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 、そのぐらい。あ、マミいいなみたいな思い始めた。2年ぐらいマミの誕生日があって、一緒に飲みに行ってタンプレ渡すみたいな。それもそう誘ってくれたよね、マナブがね。ああ、めっちゃ可愛いんだよそのタンプレが。初めて2人飲みたんだよね。そうめっちゃ飲んで、その日もマナブの友達の勤めてる居酒屋に行って、うん、めっちゃいろんなウイスキーとか日本酒とかいっぱいな、でもベロベロな時に最後もうじゃあこれで終わりみたいな、お会計ってなった時に、マナブがもうぐしゃぐしゃの、見たことないぐらいぐしゃぐしゃの紙袋を渡してきて、もう最初ゴミかと思った。後に最低だねいや何これと思ったら誕生日プレゼントってことでね、超可愛いんだよね。なんかニコアンダの、バスソルトとハンドクリームみたいなの消耗品をいただきました。いやあれは俺我ながらいいプレゼントしたと思ってるよ。可愛いよねめっちゃ、うん、めっちゃ悩んでくれたんでしょ。めちゃくちゃ悩んだ。だからニコアンダなんか行くわけないじゃん俺が一人で、うん、でプレゼント放送してくださいって言ったの。プレゼント放送してもらった。プレゼント放送があまりにも気に入らなすぎて、うん、わけわかんない輪っかみたいなのが上についてダサすぎて、自分でその輪っかちょぎって切って
で絞ったの。そう、絞り絞り聞かして、うわ、誕生日プレゼントわざわざ用意してくれるのめっちゃ可愛いと思って、それが6月の後半ぐらいだよね、うん、そんで8月に私たちのサークルのめちゃめちゃ大きな学内戦があって、みんなもうそれに向けて1年間頑張るんだけど、でもちろんニアンはサッカー上手だからメンバーに選ばれていて、でミサンガをね毎年マネージャーが選手にプレゼントするの。それをねニアンに頼まれたの覚えてる、うん、あのミサンガ作ってって、いやなんで作ってってうちに頼んだかっていうと、標準の長さで作るとニアン足が太すぎるから誰にもらってもつけられなくてだからね、私にね特注のミサンガをねオーダーしてきたんだよね。ちょっと長めに作ってっつってミサンガ渡して、でも寝坊したんでしょ。深夜の3時、前日の3時とか4時ぐらいまでやって、大会当日試合のホイッスルが鳴るタイミングで目覚めるという地獄が起きたね。多分2試合分ぐらい遅刻していって、試合終わりのマナブにマナブミサンガ作ってきたよっつってもう終わったよ終わったよっていうのがあったよね。あった。しかもボロボロなんでしょ、下手くそすぎて、うん、マジで下手くそ、ほんと一目でわかる、これマミが作ったクソみたいなやつ。そうそうそう、まあ、マナブの特注の長さじゃなかったらできたかもしれない。絶対できてねえよ。で、その後にマナブが花火大会に誘ってくれるんだよね。そうで、俺の地元の三郷の花火大会があって、うんうん、誘って、で、結局行くことになったんだよね。そう、私はその時一人暮らししてて、コストコにめちゃめちゃ憧れがあって、コストコ連れてってって言って、その前にコストコ連れてってもらって、で、花火大会一緒にね、見たね。コストコってやっぱなんかちょっとさ、うん、テンション上がって、あのフードコートみたいなところでいろいろ買っちゃうじゃん、ホットドッグとかいろいろ並んでやってたら花火大会始まっちゃって、そう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 、で、あ、やべやべ始まる始まるとか言って、うん、駐車場探した時駐車場なくて、そうそうそう、あんて車の中から見るっていう、信じられる好きなさ女の子連れてくって時にそれやるってやばいよね。やばい。まあ、でもその時なんとも思わなかった、友達だと思ってたから全然全然笑ったみたいな感じだったんだけど、で、その花火大会終わって、私の板橋の家に送ってくれて、車でそこで買った荷物も部屋にあげてくれて、で、部屋でちょっとお話しして、したらなんかマナブが、あ、じゃあ俺帰るわみたいな、あー、オッケー、じゃあねって言って玄関で見送ろうとしたら、いや、ちょっと駐車場来てよみたいになって、え、なんでって思ったけどね、その時は、うん、なんで駐車場まで付き合わなきゃいけないふざけんなって思ったけど、最低だよね、ほんとに。いや、でもさ、なんで駐車場まで送らせるの。まあ、でも家いるのにね。そうだよ。で、駐車場で、じゃあ学ぶバイバイって言ったら、え、ちょっと家まで送るわとか言って、家そこなのに、いや、家まで送るとか言って、ちょっと車乗ってって言われて、いや、もう家そこだからなんだこいつと思いながら車乗ったんだよな。めちゃくちゃなんだこいつって思ってる。いや、俺らからもう花火大会でもう言おうとしてたんだけど、まあビビりすぎて言えてなくて、もうテンパりすぎた結果だよね、そのわけがない行動に移ってるよ。わけがない行動、なんとか引き止めようとしてたの。そう、でも今日は言おうと思ってたから。すごいよね、その覚悟、うん、あんな友達だった私にそれを言うのって結構苦しいよね、うん、なんかね、もう絶対その場で OK してくれると思ったから、俺はもう自信満々に、いやー、マミ、うん、俺好きなんだよね、マミのこと、みたいな、そんな結構軽い感じで、うん、車の中で告白したの。まあ絶対 OK もらえると思ったから、その場でしたら、あ、みたいな感じで、あれみたいな感じで、気づいたら3日経ってるっていう回答ステイが入って、あれは私本当に地獄だった。あれは俺一生言い続けるから、うん、マジで本当、あれは無惨と同じぐらい冷酷だった。マジで神戸を垂れてつくばえって言ってるようなもんだったよね。鬼物だった、完全に鬼物レベルに。あれはひどかった。なんかちょっとそうかなと思う、なんか周りとかから結構学ぶ場面のこといいと思う、好きだと思うみたいな言われてたから、2人で遊びに行くちょっとそういうのあるかなと思ったけど、私めっちゃ伏線を張ってたの。いや、私はサークルの人と付き合うつもりはないんだよねっていう話を、恋バナっぽくなると毎回それを絶対言ってて、もうじゃあ大丈夫だろうと思った時のそれだったから、もうびっくりしちゃって、ちょっと一回待ってって言ったの。まあでもこういうのって大体さ、まあしばらく時が経って、で、まあひっそりと私がまあちょっと言うじゃんぐらいな感じかなと思ってたら、もう3日目ぐらいに学ぶからいきなり LINE が来て、どうなった？答えどうなの？3日経ってるけど。でもビクってなるじゃん。今から行くから、今日俺バイト終わり、お前ん家行くからって言われて、はっと思って、そしたらピンポーンってなって、ガチャって開けた瞬間に、ねえ、どうなってんの答え。おい、もうそろそろ結果もらってもいいよね。続き合いますよ。お願いします、よろしくお願いします。やべ、闇金だよ。闇金滝口くんがマジ取り立てに来たの。
からもうびっくりして、面白いそのいやびっくりしたで、あ、お客さん付き合いますって言ったら、あ、OK、分かった、よろしくっつってパッて握手してパーって帰ってったからねもう怖くない？で、闇金滝口くんだって、あの時はあれね、もうジャンプでって言ってるような気持ち同じだったという感じでね、最初のデー付き合うまではこんな感じだったんだよね。俺はね、マミーに告白した日はあまりの動揺に保留にされて保留されて、いや、もう俺正直言ってると本当に思ってたから、え？保留っていうこととかそもそも告白するっていうことのそのエネルギーとか、うんうんうん、いろんな感情がもうぐっちゃぐちゃのまま俺一人で帰り運転してて、気づいたらあれみたいな、サイドブレーキ引きっぱなしみたいなサイドブレーキ引きっぱで俺カンナナこうやって運転してて、マジ焦ったよ。めっちゃ可愛いよね、でも学ぶその話、ほんとにそんなでもドキドキしてたんだ。誰しもが緊張するでしょ、それ告白するってなったら。はい、でもこんな感じの出会いからの馴れ初めでございました。でもうそこから付き合って5年経って今に至る感じです。だから最初はね、学ぶが私のことをね好きって感じだったの、本当に。今はもう皆さん考えられないと思うけど最初は学ぶが私のことを好きで、私はいやもうでも友達だからみたいな感じだったのに、まあ付き合って3ヶ月目ぐらいにはもうひっくり返ってたよね。付き合って3ヶ月ぐらい後にはもう今のこの関係になりましたもうあれからでもさ、あれも本当に2、3ヶ月でそうなったけどさ、うん、もっとそっからマジで変わんないよね。変わんない、基本的には。うん、学のね、彼女でね、なんでうちがあそこまで3ヶ月盛り上がったかって言って、やっぱ特別感があるんだよね、学って。ああ、誰にでもさ、いい顔する男の子いるじゃん、いっぱい、もうなんかすごい一生懸命、それめちゃくちゃ結局優しいってことなんだけど、学は頼られれば誰にでも優しいけど、自分から声かけるのは多分私ぐらいだったんだよね。マミ寒いとか上着るとか思ってあげるとか言うのは私ぐらいだった。その特別感みたいなのはね、めちゃめちゃ良かったね。学ぶみたいな男子にはそういうのがあるよね。あ、まあたくさんの人にモテるようなタイプじゃ全然ないけど。いやー、そんなもんないけど、ね、いや、モテるようなタイプではないけど、学ぶは最低だね、うん、多分好きになった人には愛されるタイプだと思う。あ、なるほどね。うんうんうん、そっちの方がいいから、絶対それでいいと思う。マミ、うん、のことは最初はなんかポンコツで、なんかちょっと最初からポンコツだなって分かってた。え、めちゃくちゃ分かってた。そうそう、付き合う前からポンコツだなって思ってた。いや、でも想像の80倍ぐらい超えてでもマジでまさかね、結婚するとは本当に思ってなかったな、うん、だからうちらは友達から付き合って結婚した典型的なパターンですね。はいはい。で、ちょっと今こう馴れ初めの話とかをして、ちょっと皆様に大事なちょっとご報告がございます。はい。2020年の3月に予定しておりました、私たちの宮古島での挙式については中止させていただくことになりました。ちくしょう。結構コメントとかちょくちょくいただいてたのに、なかなかお答えできずに申し訳ありませんでした、はい。ね、昨今のコロナの関係で親戚と一緒に旅行も兼ねての結婚式だったんですけど、うん、それはちょっとさすがにできないかなっていうところと、うん、まあ万が一結婚式を強行して何か親戚や家族の身に何かあった時にやっぱりいい思い出じゃなくなってしまうっていうのがちょっと耐えられないかなと思って、私たちは沖縄での挙式は中止させていただくことにしました。まあなんか無理に今やんなくてもねみたいなのもあるよね、全然ね。そうそうそう、うん、まあうちらはねそういう感じだったんだよね、うん、そうそうそう、もうすでに入籍してるから、うん、まあもうそんな急いでやる必要もないかなっていうのと、結婚式の費用に関してもキャンセル料とかが発生しないところで中止することができたので、うん、そういう感じで中止を決断しました。で、今回は延期という形ではなくて一応もう中止、うん、1回宮古島での結婚式は白紙に戻そうということで、ね、動画とかでも宮古島での挙式について上げてるので、それを参考にしたくて見てくれてる方ももしかしたらいらっしゃると思うんですけど、そのことはもう動画にできなくなってしまったので。そうだね、はい、ちょっとご報告遅れて申し訳ありませんでした。申し訳ないです、本当に。まあやっぱりもうこのご時世だからしょうがないかなみたいなのはあるね、うん、そうね。まあどっかのタイミングでまた結婚式みたいなことはやるようなイメージはしてるから、うん、そう、まあ、いつになるかわかんないけど、まあ、俺らなりに何かの形で結婚式っていうのはやりたいかなっていうのは思ってるね。結婚式という形のものは何かやろうと思っているので、はい、はい、まだちょっと先になりますが、はい、もうちょっとお待ちください。すいません、お願いします。心配してくれた方ありがとうございます。結
結婚式のことをやっと言えたというね。そうだね。いつも楽しく見てます。お二人のような結婚生活を送りたいと思ってます。恋愛と結婚の違いを教えて。恋愛と結婚の違いね。なかなか深いこと聞くな。深いね。しかもそんな深いこと考えたことが本当にない。もし今この人と結婚しようかなって思ってるけどどうしようっていう風なことを思ってる人にもし言うんだとしたら、幸せにしてくれそうな人と結婚するって言うじゃん。この人は私のこと幸せにしてくれそうみたいな。でも幸せって結局その時代によって違うから、母親になったら時の幸せと今の幸せと10代の時の私の幸せって絶対違うから、それって一概に言えないよねって思うの。じゃあ今ここにいる学ぶが私を幸せにしてくれるかどうかってぶっちゃけ分かんなくない？そういうのじゃなくて、もう不幸も楽しめるというか、不幸でも怖くないぐらいの人だったら結婚していいんじゃないかなって思う。ああ、なるほど。幸せを基準に考えるんじゃなくて、不幸になった時を基準にして考えた方がいいんだなって思って、私はもう学ぶとだったらマジでどんな不幸でも絶対乗り越えられると思うし、笑ってられると思うんだよね。ちょっと初めていいこと言ってるよね、まあ、このカメラの前で。嘘。初めて。今まで本出せる、本出せるかな、書籍、今の初の書籍。たまれ。不幸、不幸を共に生きるみたいな本本出そっかな、うち。でもそれ結構言えてるよね。言ってない、うん、そう、社会人2年目の8月に私たちも入籍したんですよ。結構ね、早いってね、言われる。早いね。なんか結構めっちゃ楽しかったね、マミと付き合ってて、ね、割と。そりゃそうだろ。え、そりゃそうだろ。この結婚生活楽しいに決まってんだろ。お前、ね、お前の人生の成功は私というパートナー見つけたことだよ。安心しろ。だから俺楽しいから普通にもう結婚するんだろうなってもう自然に思っちゃってた。めちゃくちゃつまんないんだけど、マミ自体は。黙れ。マミ自体はめちゃくちゃつまんないんだけど俺が面白くしたい。違います。え、うちが最強なんです。学ぶは私と出会い、付き合い、結婚でもトリプルセブン育ってる。これで出玉止まらないよ、今後の人生。よかったね、本当に。俺がいなかったら何もできないじゃん。そもそも、そもそもスロットにお金入れられない。あと、ま、マンネリの有無、長くお付き合いしてる秘訣教えてくださいって書いてある。マンネリなんかなかったよね。ないね。まあで、特に今は YouTube やってるから、うん、特にない。だって毎週のように出かけて刺激にあふれた毎日。そうそうそう、うん、行ったことないところに行ったりだとか、そう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 、ネタ作りにね、ちょっと面白いそうなとこ行ってみたりとか、うん、何にもマンネリはないね。マンネリってなんだろうね、もう分かんないよね、学ぶと一緒にいると。マンネリなんかした時点でも無理だと思っちゃうけどね。やめろよ。マンネリってしたら終わりじゃないの。やめろよお前。まあでも競馬、競馬、あの、毎週興奮できるから。毎週興奮する何かを見つけるといいんじゃないでしょうか。まあでもキャンプとか競馬とか、なんか一つでもさ、共通の趣味あるとそれでも、うちら共通の趣味多分めちゃめちゃ多い方だと思うよ。キャンプでしょ、競馬でしょ、酒でしょ、食べ物でしょ、サッカーも好きだしね。あとお笑いも好きなんだよね、うちら。お笑いめちゃくちゃ好き。お笑いめちゃくちゃ好き。めちゃくちゃ見てよ。めちゃくちゃお笑い見てる。で、あと長続きの秘訣で一番大事なことある、うち。お金の使い道。お金の使い方が同じ人がいいと思います。衣食住、どこにお金使うかっていうところが同じ人と付き合った方が絶対にいい、うん、なるほどね。間違いない。私も洋服にあんまお金かけるの好きじゃないから、衣食住のいい、洋服に10万とか20万のコート買いたいから今日のデートマックでいいみたいな、まあ、極端な話ね、まあ、絶対だ。ありえないと思っちゃう。もう全然ユニクロとか GU とかザラとかで洋服はいいから、だったらその分旅行行ってご飯食べた方が良くない派なの。そこ一緒だよね、うちら。そこ一緒。そう、この人お金どこに使うんだろうって言うと注意深く見てね、自分と同じだなって思ったらね、いいと思うな。結婚した時にあの財布ね、まあ、別々で管理してるんだったらいいけど、一緒にしちゃったらそういうの気になり始めて。めっちゃ気になるでしょ、絶対。何金使ってんだよ、うん、みたいな。そうそうそう。うち恐竜大好きなんだけど、恐竜のフィギュアとか買ってきたら怒るでしょ、絶対。めちゃくちゃ怒る。欲しいんだけどさ、邪魔なんだから。恐竜のぬいぐるみ欲しい。いらねえんだよ、ぬいぐるみなんか。趣味とかね、合う人がいいと思います。長続きの秘訣です。はい、はい、今回答えられなかった質問とかいろいろあると思うんですけど、うん、めちゃめちゃあるね。質問コーナーはまたちょっと定期的にやりたいなと思ってますんで、ぜひ見てください。ということで、本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。じゃあね。